これはどちらも煮物碗です。乗っているお盆が違うのは、こちらは通い盆といって、正客にお出しする場合に使うお盆で、こちらは脇引きといって、次客以下。これ今は1人分なんですけども、3人4人いてもこれにいっぺんに乗せてお出しします。で、乗っているのが煮物碗ですね。煮物煮転がしとか、そういったものが、煮物として、つくと思いますけども、そういうものが入ります。